さまざまなフルーツが並ぶ、まるで宝石箱のようなこちらのケーキ。値段はなんと5万円。山梨の黄金桃や岡山のシャインマスカットとともに材料に使われたのが、イタリア人シェフルカ・ファンティンさんが絶賛するのは、マスクメロンの最高峰、クラウンメロン。袋井市が誇る特産品の魅力が一流シェフの手により発信されます。袋井市のメロン農園に来ています。見てください、こちらのもうじき食べ頃を迎えるメロン。日本一高いフルーツとも称される静岡産のクラウンメロンが世界的ブランドとのコラボレーションです。袋井市緑にある中条メロン園を訪れたのは、高級ジュエリーブランドブルガリが運営するレストランのシェフルカ・ファンティさん。クラウンメロンのみずみずしくとろけるような食感に惹かれ、栽培の様子を見に来ました。農園を運営するのは中条祐樹さん。去年品評会で優勝した実力の持ち主です。やっぱりガラスとビニールは違うんですか？そう、そのシャーク、あの光の具合も違うし、まあ、その耐久性とかも違うし。ここで今何度ぐらいですか、気温？今ですね、だいたい32、3かな。こちらの農園では10棟の温室で年間1万5千個を出荷しています。その栽培は簡単ではありません。メロンは温暖な気候を好むため、冬はボイラー、夏は冷房が稼働。一年中生産できるよう、温室の維持費と燃料費、年間1000万円をかけ、室内を一定の温度に保っています。またメロンの葉に花が咲いた日にちを書いて管理することで、食べ頃を逃さずに出荷することができるといいます。さらにルカシェフを驚かせたのが、これに1個にしないと良くならない、全部良くならない。すごいです。なんで一年中甘みが詰まったジューシーな美味しいメロンを作るのに欠かせないのが摘果と呼ばれる作業。実が卵ほどの大きさになった時点で、一つの木になる最も状態のいいものを一つだけ選び、それ以外は摘み取ります。まだ成熟していないメロン、その味は？No. Okay. Like a cucumber. It's not very sweet. No. Not very sweet. Like a, I think vegetable. こうして手間暇かけて丁寧に育てられたメロン、種まきから100日程度で出荷を迎えます。So this kind of quality in Italy we don't have. Papa, take the first bite. Me? Yeah. Okay. チキンナゲット。なんでチキンナゲットなんだ。 So much more. Wow. That's so unnecessary, but you need to. Thank you. What's the camera? Sugar ice cream. No, no. After India, おいしいでしょ。 No. No. Sugar ice cream.職人技ともいえる作業を目の当たりにし、生産者の思いに触れたルカシェフ。For me, it's something new. From one plant, only one melon, and all this kind of selection behind, from the seed, from the shape, and everything was like a, only in Japan they can do this kind of outstanding selection. I think so.えっていうね、
世界的に有名な人がそのメロンをどういうふうにしてってくれるかっていうのはやっぱすごい楽しみではありますね。世界の最高ブランドに、ね、したいなと思って、組合も一生懸命メロンを作ってますんでね、このブルガリさんとのコラボによってね、それがより一層近くなることを期待をしたり、しています。